写真拡大。ヤクルト5から4巨人、17日、神宮球場。敗戦の瞬間をネクストバッターズサークルで迎えた巨人、坂本勇人内野手は険しい表情を崩さず、神宮の三塁ファウルゾーンを進んだ。今季4度目の1試合2発。本塁打と打点でリーグトップに躍り出たものの、1点差での惜敗。負けたので、あさって頑張りますと前だけを見据え、クラブハウスへと引き上げた。0-1の4回に完璧でしたと自賛の27号ソロを右中間席へ。1-5の6回は無視二塁から、今度は左中間席へ28号ツーランを放った。先発2番での本塁打は22本。2年の入荷を抜き球団最多となった。それはまあいいかなと意に返さなかったが、原監督の描く超強力打線の旗印として最強2番の数字を打ち立てた。連勝は5で止まり、最短での優勝マジック点灯は20日に伸びたが、絶対的有利な状況に変わりはない。原監督は粘り強く戦ったと食らいついた内に目を細め、背番号6の姿には見事ですよと賛辞を送った。